とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーをやっていきますね。今回のタワー、結構簡単なんですけども、ただ、21階のボス、あのレイスだけがね、ちょっと硬いんですよ。時間がかかる。で、コメントをもらいました。ありがとうございます。いくつかのね、攻略法を教えてもらったんだけども、ソウル系で行くっていうのが、結構早そうなのよ。実際一回やったんだけども、普通に倒すよりも、早かった。で、多分気をつけていけば、もっと早くいけるんだよね。まあ、とりあえず、今日は、ソウル系での21階のボスの倒し方、やりたいと思います。途中で、これ取った方がいいよとか、そういうのもやっていきますので、行きましょう。よろしくお願いします。それでは、まずは5階の報酬ですね。5階の報酬で、雷の杖持っていってください。別に使いはしないんだけども、ソウルを貯めるのに役に立ちます。役に立つっていうか、この辺からソウルを貯めておいた方がいいのではないでしょうか。雷の杖ですね。そして、15階の報酬ですね。15階の報酬で、スノーアーマー持っていってください。で、スノーアーマーにエンチャントをしますね。魂の袋、そしてソウルフォーカスですね。両方3でいいと思います。で、途中にね、流れ込む魂がつくやつが2回出るかな。それもね、一応取っておいた方がいいです。まあ、ソウルはね、雷の杖か。それだけで、まあ、溜まるんだけども、一応流れ込む魂があれば、間違って雷の杖を使った時とか、まあそういう時のためにいいと思います。まあとにかく、スノーアーマー、取ってください。魂の袋とソウルフォーカスですね。次に18階です。18階の報酬で、虚無の矢筒ですね。虚無の矢筒を持っていってください。そして19階ですね。19階の報酬で、これ、守護のトーテムを持っていってください。そして20階、ボスの手前ですね。ここで壊れたビーコンを持っていってくださいね。で、この壊れたビーコンで基本的に倒していきます。まだ成功してないんだけども、ボスがね、ひるみさえすれば、ビーコンで一気に削れると思うんだよね。でもなかなかね、ひるまないんだ。まあ、とにかく、バリアで防ぎつつ、虚無の矢筒を当てて、ひるみを狙っていきましょうか。ひるませればもう本当にね、一気にいけるはず。OK。多分ある程度のダメージが入れば、ひるむはずなんだよね。あぶね。なかなか難しいな。次でちょっとひるみを狙っていきましょうか。これでいいのか？これで、どうだ？いけ！いや、無理か！ひるまないね。いけ！オッケー！ひるんだ！しゃー！早かった、早かった！かなり早くなかったですか？こいつ結構時間かかるけどね。これだけ早く倒せれば十分でしょう。はい。ということで、まあまあこれぐらいの速さで倒すことができました。ソウルビルドだね。スノーアーマーに、魂の袋とソウルフォーカスを入れて、壊れたビーコンでギューッとこう、一気に片付ける感じ。ですね。それでなんとかいけるみたいです。まあ、多分この虚無の矢筒で、虚無らせて、しっかりとダメージを蓄えた方がいいんだろうけどね。ちょっと今のはそんな余裕ではなかったですね。でも、とにかくこの壊れたビーコンで行くと結構早いです。はい。ぜひやってみてください。まあ、こっから28階までは、ボーンクラブあればまあなんとかいけるし、途中でコグクロスボウも出るので、大丈夫でしょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。